ホラポス、関西百名山、ワウワウ。おはようございます。皆さん、時刻は9時45分になっております。今日はここ、じゃん、大江山口内区駅にやってきております。ちらおちらやってまいりましたね。結構遠かったんですけど、今日はここから関西百名山は第76座、大江山。これ別名大江山な。大江山って何か所かが集まって大江山っていう。なるほど。てってれって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 ええいう感じに、うーですかね、行こうと思っております。はい、それでは今日元気に行ってみよう。あ、ちょっと待って待って、親玉なんか言うことありますか？以上。以上。行ってみよう。大江山はね、鬼の山なんです。鬼、この鬼いう感じ？我々は鬼滅隊です。鬼滅隊。それ水の呼吸ですかね？火の呼吸。火の。はい、行ってみましょう。はい。三つまた発見。本日の第一ミスも、あ、奥見て、奥見て、奥にもあるよ。へえ。今ひっそりが好きなんやな。舗装路でゆったりした上り坂を走ってます。はい。一輪。一輪。山伝説の道。ほう。おうちで。新河童橋。はい。ここですかね。二瀬川単勝路入口。はい。はい。こっち行ってみましょう。なんかすごい里山って感じの風景になってきましたよ。脱ぐか。だいぶ雨が降ったから、水量が多いんちゃう？思った以上に綺麗なんですね。26分です。
らめっちゃ鬼押し酒持ってるわ、酒飲み王子やろ、酒飲み通り主伝道寺、うん、おお、なんかちょっと弱そう、こら茶上門、茶屋、茶屋上門、茶屋上門、こっちはよく来てた、なんか優しそうやね、こっち茶屋上門や、これも茶屋左衛門、茶屋左衛門、左やからね、なんか上門と左衛門やな、へえ、なんかあれみたい、駒、駒犬何ニオさんとアウンの呼吸、鬼の足跡やって、へえ、なんかね、飛び降りた時にガッとつく足跡、書いてあったな、こっち、はい、へえ、なんかね、どっかからバーン飛び降りた時に鬼の足跡、10時33分です、距離は 3.5 キロです、はい、これが噂の鬼の足跡ですね、ちょっと手をそこにやってみて、こういうことですよね、うん、まあ、こういうことですよ、うんうん、めっちゃでかい、ふんぎーって鬼のパンツがいいパンツ強いぞ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 、おお、頼光の腰掛け祝いて、これここで腰掛けたよね、うん、でかいな、大神経典やな、源の頼光が、そうなんよ、いや、鬼滅の刃でもそうなんやけど、うん、鬼にもね、エピソードがあんのよ鬼ね、鬼滅の鬼もだいたいかわいそうやん、みんな、そうやね、昔はみんな人間やったというね、ね、早いよね、こんな5月とかちゃうの、鬼のパンツはいいパンツ、強いぞ強いぞ、ちょっと恥ずかしい誰かおっとして立派、これ渡るの、渡らん、ここで話です、これ立派な吊り橋です、これが新カッパ橋、新道寺橋、道寺橋、道寺橋、こっちの方、はい、カッパちゃうよね、道寺、おみーこれえっちゅうねなんか山と言いつつ国定公園みたいな感じまだ、うん、な、遊歩道って書いてあったもんな、まだ、こっから見てごらんよこれ、うん、まだ登山口じゃないから遊歩道やん、これ遊歩道、あ、これをこっちに行く、あ、そうだ、あ、ちゃうわ、一緒やな、1.1、うん、天井ヶ岳 6.9 キロ、はい、あと7キロ、今4キロですね、ちょうど、はい、10時43分車道に出てきました、はい、何だかな、大江山自然の家、へえ、的な的な的な感じ、時刻は10時47分、はい、距離は 4.4 キロ、はい、青少年の家的なところに着きました大江山に向かう源の雷光たちやって、うーん、雷光って読む、雷光って読む、よりも使ってもちょっと、山伏姿に身を隠しやって、へえ、ううじゃあ、おい、おい、それよりさっき見たら分かる、海瓦、はい、どんだけでかいかというのをね、うん、それやっぱりね、あ、ちっちゃすごい。のんきやって。あっち酒ついてるで。ほんまや。昔はモテモテのね、男の人やったんやって。美少年やったらしいよ。綺麗やね。うん、
名前ついてんねや。ほんまやね。うん、へえ。リンキさん。リンキ。デベソなんやほんで。今日の美味しいリンゴ。はい、距離は？距離は、5.7 キロです。はい。11時8分。はい、これは入っていきます。いよいよ登山口ですかね、これ。そうです。登山口です。やりました。アプローチ 5.7 キロかかりました。登山口に到着しました。はい。トイレとか駐車場とかもあったんでね、うん、あの車で来られる方はまた便利なんじゃないでしょう、はい、それではいよいよ行ってみましょうかね。はい、あう、あ、そこがお手洗いですね。うん、2.3 キロやって、うん、鍋塚、鍋塚なんや、鍋塚、まあ、何しかあと2キロぐらい、はい、ちょっと残ってます、さくら。おお、大江山はその左の一番大きいやつかな。あ、そうかね、うん、あれが鍋さんかね。そうやな、するよね。はい、いい道が続いてます。そうなんですよ。なんかずっと車で通れそうな道がね。なんか山に登ってるというより本当になだらかなハイキングを楽しんでるって感じですね。そうやな、うん、いや、めちゃめちゃ整備されてますよ。はい。11時47分。距離は、7.93 キロ。はい。はあ。あ、はい、鍋、うん、ここに。The summit of Mount Nabezuka。 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 ピストンなんですよ。ここ違うで。ああ、もうちょっと先で。はい。はい。Nabezuka行ってみましょう。はい。はい、分岐から先はちょっと岩がゴロゴロした道になりました。なんかようやく登山らしくなってきましたよ。後ろとかもなんかすっごい山山山って感じになってきたよ。山山山。時刻は12時2分、はい、距離は 8.5 キロでございます。はい、やりました。こっち600メートル行ったら鍋塚、はい、我々はこっちにちょっと寄り道して、はい、こっちでお昼にしたいと思います、はい、本来の道はこっちです。はい、じゃあ、あの降りてきてる人いたよ今。おあ、こっち大江連峰やって。おう、分かりやすい。やっぱそこやな。あ、だね、うん、へえ、すっごいよくできたもん。すごい。こっちが海の橋やから。ああ、海見に行こう。時刻は12時15分。はい、距離は 9.1 キロ。はい、鍋塚やタッチ登頂やりました。ナイスビュー。うん、お昼にしたいと思います。どこで？ベンチ。うん、純吉弁当あります。おにぎりはサバの、サバとごまの大葉巻き、これ何やったかな、梅干し、
いただきます。やっぱ行楽には、行楽には鳥からだよね。鳥から。じゃあ。いただきます。どうなんですかね、久しぶりの純吉弁当の味。オッケー。オッケー、オッケー。うん、何が一番美味しいですか。唐揚げ。唐揚げは冷めてもうまい。唐揚げ。青空によく映えます。うん、弁当中です。12時35分、はい、再出発、はい、はい、時刻は12時47分、はい、距離は 9.8 キロ、はい、分岐点に戻ってきました、はい、こっちから来てコーピストンしたんですね。次はこっちです、はい、10.4 キロ、はい、現在地ここです。はい、鳩ヶ峰過ぎて大山、あそこのお手洗いを使いたいと思います、はい。か、ああもうあんなとこになったんやな、うん、すごいね。おい、立派やな。鳩ヶ峰山頂です。何かにつけて立派で、ここにもあるで、これほんまや、まあ決してさ、これこっちに見える山がこうってわけじゃないんやな。そうやな、うん、なるほど、こういうモニュメントなんや。時刻は13時13分、はい、鳩ヶ峰山頂に到着しました。距離は 11.2 キロ、はい、三角点なんかタッチやりました。タッチ、はい、タッチ、はい、うぅ、行くか、お水だけ飲んで。ここに来てバルタ階段で、あと300m、うっす、ゴーちゃん、ゴーちゃん、あ、500? あれ、頑張れ鬼退治桃太郎、戦場ヶ岳、はい、132m 登頂しました。はい、はい、では、はあ、三角点お、やりましょう、はい、はあ、やりました、登頂、登頂、ヨハナンホラポス関西百名山は第76座、はい、やりました。やってるやってる。はい、今日の美味しい、これね、なんとりゅうちゃんが2玉で500円、はい、2玉で500円もするリンゴをね、スーパーで買ってきてくれたんですよ。いやいや、それがね、安いか高いかがねおっさんは分からへんのですわ。おっさん2つ買うてこいって
って言われて、うん、2個入りやからちょうどいいのかなと思って横に並んでるやつも見てもなんか500円とかやったし、これが相場なんかなと思って帰ってきたら、うん、えらいの子できてって言われてびっくりした。あのピンクの何パッキーみたいなのに1個ずつ丁寧に入ってる仏壇に備えてありそうだけど、うん、なそんなもんや、物価は分からへん、うん、でもおかげさまでむっちゃ美味しいです、むっちゃ美味しいよかったフリューちゃんのおごりです、うん、時刻は13時50分、やりましたね、76座、すごい広々した山頂でした、うん、ここから我々は林道経由で下山したいと思います、はい、ここ1時ありますかね、はい、神社の方です、はい、分岐しました、はい、1時56分、距離は 12.8 キロ、はい、こっちの左の方に親切やね、はい、はい、赤石岳っていうのがもう一つの山やな、あーなるほど、うん、レンザーのね、はい、今日は行きまちい、はい、行きまちい、ふっふんけどチェイニー洞窟はええわ、怖い、はい、時刻は14時11分、はい、距離は 13.7 キロ、とっても立派なこのバイオトイレがありまして、はい、でこちらが神社さんですね、はい、割と急なあの何丸太階段ずっと続いてますよね、うん、こっちから登られるの大変じゃないかなという、あれでヒュッとあれ、うん、鶴浦折の丸太階段降りてきました、うわー稲荷神社めっちゃ立派、こうやってよ、大事です、いろいろあるわけで観光スポットがね、うん、稲荷鬼なんとも言えんな、道案内してるようにしか見えへんな大江山こっちって言ってくれてんのやろそうやろで、なんかいいやつやな、うん久しぶりにでも鬼会ってちょっと嬉しいね平気鬼やって面白そうな顔しとんな、みんな、おなんか人生楽しんでるって感じ鬼のパンツはやな、水玉、鬼パンツ水玉、こっち、はい、リーパンツ、三つ股発見、おこれ完全に三つ股ですわ、兄貴、ちょっと枯れかけてるかね、うん、ちょっと枯れかけてるね、すごい、でもやっぱこの高い感じやな、ここにも三つ股が、お結構な広い分布、うん、まあ妙見口の方がもわっと密集してたけど、うん、でもあ見事なもんやなわー、春だね、あっちの方の山を歩いてきました、おお鳩ヶ峰のあたりです、うわー、水もたキャッキャッキャッキャー、これ、おお感じるね、春をえ？朝来たとこに戻ってきました、時刻は14時54分、距離は 18.5 キロ、あの鬼がやったねって言ってくれてるみたいですね、やっほ、まさかの周回コースでしたよこんなとこ出てくるのもあったやったね、リュウちゃん、うん、やった、っていうことは同じ感じで駅まで行く、うん、の予定やねんけど、
はい、山伏のところに戻ってきました、はい、時刻は14時58分、距離は19キロ。よかったね、まともな時間に下山できて。はい、なんか倍楽しめるコースでしたね、はい、行きは遊歩道、通りの帰りは車道走りの、車道からの風景もね、あの流れが、水の流れがものすごい立派でね、釣り場所も見上げるようなアングルになったしね、うん、なんか本当にね、いろんな方面から楽しめるコース取りでしたね。そうですね、かからずもそうなりました。おい、はい、はい、時刻は15時36分、距離は 23.4 キロ。はい、到着しました、駅です。はい、シンプルイズベスト。いやー、どうでしたかね、伊集院さん、今日は。あー、しんどかったね。まあまあまあ、しんどかった。どこしんどかったんでしょうか。鳩ヶ峰から千畳ヶ岳に行く 階段っていうか上り、はいはい、階段やったっけ。ここそうやね、丸太やった、まさかの丸太やったね。本当はこっちからぐるっと回って帰ってくるつもり予定やったけど、なぜか、ちょっと地図見てみましょう。はい、なぜかこういうことになってしまいました。ここやろ、で多分これ、うん、ここ神社来たよね。ここがちょっと危険なところ。あ、そうやね、ここ車道が分かりやすかったからここバーって出てしまったよな。そう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 、ここがあのほら、そうやな、洞窟かなんかいうところ。そうやね、そうやね、めっちゃおどろおどろしげな洞窟、うん、ほんまここがこうつながるはずやったやな。そうそう、ほんでだからここが多分危険なあれなんやろな。うん、ここは危ないって書いてあったやん。あー、なるほどなるほど。でもこっち行ってしまった。なるほど、ほんまはここのこの川沿いを帰りたかったみたいですね、うん、はい、いう感じになりました。はい、どうですか。いやー、私はね、やっぱ鬼のモニュメントとかも可愛かったしね、あの全体的に景色がすごい良かったよね、はい、あの帰りの車道も渓谷が本当綺麗かったし、うん、いや実に楽しめる一日だったと思います。はい、三つまたも綺麗でした。はい、それでは皆さん、また元気にお会いしましょう。またねー。はい、駅にはトイレがないので、駅からちょっと先に進んだ観光センターにトイレがあるようです。はい、ここにも鬼がいました。元気、